ノートオリンピック、えー、第2回はですねこの叶次五郎さんを取り上げたいと思います叶次五郎さんといえば夢、まあ、でもなく柔道の創始者で、えー、行動感をね作られた方で,でこの叶次五郎さんはですね本当に偉人ですあのこれはもう日本の我々が想像する以上に世界的に見たら特に柔道をされる方々の間ではもう神様というかもう本当に大先生で叶次五郎さんのスピリット、えー その行動感の教えというのは柔道をやる方々にとっては本当に大事な大事な方なんですね。で、この彼女五郎さんはオリンピックムーブメントと極めて深い関係を持ってまして、彼女五郎さんはですね、えー、1909年、東洋初の IOC ・国際オリンピック委員会の委員にな,され、ま、なられました、明治42年ですね。そして、えー、1911年にはあの大日本体育協会、後の日本スポーツ協会を設立されまして、その会長になりまして、1912年、明治45年7月、 日本が初めて参加したオリンピック、ストコンモオリンピックで団長になられたんですね。で、えーっと、その後もずっとオリンピックムーブメントに、あのーまあ、参画されまして、1936年の IOC 総会で、1940年、昭和15年ですね、この東京オリンピックの招致に成功したわけです。ですから、このオリンピックの、東京オリンピック、えー、前前回のですね、1940年の東京オリンピックの招致に えー、成功されたんですけども、えー、残念なことにですねそのオリンピック1940年にあのオリンピックが行われるはずだったんですけども、えー、その77歳になられた時ですね、えー、とももカイロに行かれてです、ね、カイロの、えー、IOC 総会が行われてエジプトですねでその帰国途上の、えー、5月4日ですね横浜に到着する 2日前に氷、えー、川丸の客船の氷川丸の、ね、船内で肺炎になよって、えー、お亡くなりになられたんですねでその遺体は、えー、と持ち帰られて横浜港ではひすぎにですねオリンピック機をかけられて船から降ろされたということなんですけども、えー、とこの、えーまあ、1940年東京オリンピックがあるわけあったわけなんですけどその、えー、と東京オリンピックが行われる2年前に 残念なななながらお亡くなりにっってしまったわけなんですよでやっぱりオリンピックって、あのー、っ平和の祭典でねオリンピックを開くっていうことはいろんな状況で難しい時でもオリンピックを開くということに、まあ、意味があって叶地五郎さんはだからもちろんそのオリンピックを開くということにずっと奔走された方なんですけども加田さんが1940年に予定されていた東京オリンピックの2年前に残念ながらその客船の中でお亡くなりになられてしまったこともあり。 えー、日本政府はですねその日中戦争を当時されてたんですよねあの日本はね。それの激化になどもあって1940年の東京オリンピックをししてしまうんですよねだからこれは歴史に遺布もしはないもし持ってはないというあのことはあるんですけどもし叶内五郎さんが生きてらっしゃったら。 オリンピック東京オリンピック1940年東京オリンピックを行っていたかもしれないそのやっぱり加がいるからやっぱりすごく尊敬されてる方々だったんですよね。で加納がいるんだからあの、えー、東京オリンピックをあのまあやろうよという形になってじゃあそしたら日中戦争とかやってる場合じゃないよねとか少なくともその日中戦争をあのもうちょっとあの戦果をね抑えようって方向にいってそうなるとあのその後の歴史はどうなっていたか。 日米の、まあ、海戦ですね太平洋戦争とかそういうこともあったのかなかったのかこれは本当に分からないですけれども、えー、それぐらいやっぱりオリンピックが行われるか行われないか一人の人の、まあ、命それが大きな影響を歴史に与えうるということなのかなと。で叶次五郎さんがねもし今の東京オリンピックの状況を見ていてどういうことをお考えになられたかなってことは僕は思うんですよ。 まあ、重力、合を制すと言いますけどもやっぱりあのた力とかそういうことではなくてやっぱり相手のことをよく見て相手の立場をちゃんと考えながら、えー、柔軟に自分の体を動かしてであ,の、まあえーまあ、ある種の対話ですよね、えー、と柔道における、えー、と相手との、まあ、取り組みというね。ということはやっぱりそういう柔道のスピリットっていうのはものすごく大事だと思うんですよ。で今このおかれた状況困難なんですけども 叶次郎さんのそういう柔道のスピリットをもってしてどういうことを叶さんは考えられるかなということを思うのは僕はうんまあ大事なことだと思いますし1940年のね東京オリンピックが返上されたと中止になったということの意味っては僕は大きいと思うんです。ですからこの2020年2021年に延期されましたけれどもこの東京オリンピックについて叶次郎スピリットをどう生かすことができるかというのは僕は脳との底か オリンピックという関係を考える上で、極めて重要なポイントだとも思,思いましたので、今日はそのオリンピックと彼女五郎さんのお話をさせていただきました。えー、このオリン日本チームのですね、えー、公式応援 T シャツはコンビニで買いました。<laughs> ので、お近くのコンビニでひょっとしたら売ってるかもしれません。彼女五郎さんとオリンピックでした。